はい、おはようございます。よしおです。よしおブログ、本日は14回目かな。よしおブログは14回目になります。で、本日は、動画ですね。こちら、昨日ですね、先日の夜に、カレッソの、ライブに行ってきました。その時の様子を撮ったんですけれども、まだ中身見てません。ですので、もしきちんとちゃんと撮れてれば、本日のよしおブログはその動画を、アップいたします。で、ライブ丸々、30分ちょっと、40分くらいかな、撮ったんだけど、ちょっと後ろから撮りすぎてね、かなり画面ちっちゃくなっちゃったかもしれません。で、なんと、ステージ上の左の、左のピアノかなんかの棚の上にですね、ステージ上で、直にカレッソを見守るあーちゃんがいます。はい。そのあーちゃんにも注目していただけると助かります。で、僕の撮ったカレッソのライブの映像は、かなり遠目からそうですね、観客席に座ってる、一番後ろの方にいる、観客の、体験ができると思います。目線の状態から撮ったからね。で、カレッソの方にも、実はですね、ライブハウスで、映像を撮り終わった後に、カメラでですね、ちゃんと撮影したものを、もらえます。ですので、カレッソの YouTube のチャンネルにもですね、そちらのライブ映像が、出ます。ですので、まだ上げないと思いますけども、もし、きちんとした、近い映像でね、きちんとした歌ってる姿を見たい方は、カレッソの、YouTube チャンネルに、うわ、メガネ曇って見えねえ。はい、カレッソの YouTube チャンネルに行ってみていただけると嬉しいです。じゃあ本日も頑張って仕事行ってきます。昨日はですね、何時だ？家に帰った、帰りに打ち上げで未来坂に行っちゃったんで、帰ってきたのが2時半頃だったんですよね。はい。その時の未来坂の中での映像も最後に入れれたらちょこっと入れますので、はい。よろしくお願いいたします。では、カレッソともに、よしおブログ、よしおチャンネル、応援よろしくお願いいたします。まあ、そうだ、またチャンネル登録や、高評価コメントしていただけると、ものすごく嬉しいんで、どうぞよろしくお願いいたします。では、頑張って本日も、ブログ始めてから14日目ですね、頑張っていきたいと思いますんで、皆さんも一緒に頑張りましょう。では、はい、今日は、秋田犬に、カレッソのライブに来ました。もちろん、こちらで、録画しながら、やらさせていただこうと思います。場所忘れちゃったよね。どこだっけ？よし、じゃあ。行ってこようと思いますんで、こっちのソニーの方に、カメラの方を切り替えさせていただきます。では。例えよ
スーパースター、僕らモンスター、モンスター。仕方
ね、どこにいても、どこにいても、どこにいても、どこにいてね、触れていて、触れていて、触れていて、夢の中でさえあなたのぬくもりが感じられない、証は
場所に行こう。そしてそこからまた思い出作ろが必死にパンチ振るってる。チャンピオンは余裕かましいカウンター、8ラウンド KO で仕留めた。東京の老舗ライブハウスではチャンピオン歌奏でてる。挑戦者は削り抜き全力で奏でるけど結果は TKO 負け。ボクサーもミュージシャンも同じだろ。チャンピオン倒さなきゃ認められないよ。無限の帝王なんて帝王じゃないんだ。だから私たちは命かけて歌うよ。リングを降りた挑戦者とチャンピオン、二人とも安堵のため息をつく。それぞれがそれぞれにまた苦しい。時間に心を惹かれ、今はなきものへと必須。漠然と未来に対する希望が持てない。
自分の中でなく、この世界に。心を殺されるな、生きろ。全能の神様本当にいるのでしょうか。ただ一生懸命生きてた人がまた犠牲に。神様、これが真の平等だと言うのですか。させて、私
ジャケットに吸い込まれた針を落として流れるクラシックに酔いしれる悪友たちを聞いてくれ僕は絶対彼女に恋してる僕の中にある悪心を全部全部吸って僕の良心を全部君に捧げるよどうか君の隣にいさせてくださいい何一つ不自由と自由のない暮らしでも一つたった一つあるのはあなたへの思いどこにいたって私はあなたと暮らしてる海が青く光ってなくても空気が澄んでなくても
優しい緑に包まれ二人手をつなぎ歩いたのだから、初期ギリギリの感情を壊されてもいいよ、もっともっと抱いてくれ、yeah! oh, oh, oh. Ooh, ooh, ooh. Oh, yes, と何もかもに見捨てられ傷つけ、温めてきて来て欲しいな、溢れさせてしてして欲しいな、と呼ばれるですね、なんか、なんだろうな、あれはなんか、かかしみたいなものを使ってですね、練習を詰めるというか、ね、平和ですね。ドラム叩きなさい。ベース行ってください。あれ、メンソンだけ。いつもと発想違うと思いますよね。はい、ライブが終わったんでみんなでちょっと打ち上げで未来坂に来ました。イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さすがに混んでるね。混んでるね。おいてくださいよ。邪魔だよ。みんな俺の声を聞きたい。すごいね。そうだよね。そうだよ。どうした？はい、お疲れ様でした。無事に帰宅いたしました。ただいま2時10分。はい。明日も仕事なんで、シャワー浴びて寝ます。
おやすみなさい。